経済同友会、公益社団法人経済同友会、経済同友会、英称、ジャパンアソシエーション・オブ・コーポレート・イグゼキアティブスは、日本の企業経営者の団体、日本経済団体連合会、日本商工会議所と並ぶ、経済三団体の一つである。企業経営者が、個人の資格で参加し、国内外の経済社会の諸問題について一企業や、 特定業界の利害にとらわれない立場から自由に議論し、見解を社会に提言することを特色としていた。政府と協調路線を取ることが多い経団連に比べて物言う姿を重視している。発足は第二次世界大戦の敗戦直後で占領軍による財界の粛清、または一層が背景にあった。その結果各企業では休憩陣が一掃され、 部長クラスの中堅幹部がいきなり経営の舵取りを担うこととなった。戦後の混乱状況が続く中、若手経営者たちが互いに切磋琢磨しながら、信仰を深める団体が必要であるということから、長野茂雄、日本製鉄常務、諸井上一、秩父セメント常務、堀田正造、住友銀行を討取、り、水野茂雄、国策パルプ常務、桜田武史、 日清防石社長、藤日野馬、日本製鉄常務、合志光平、重要産業協議会事務局長、大塚万丈、日本特殊交換社長らを中心に、米国の青年会議所や全米製造業者協会を参考にしながら、骨子をまとめ、1946年4月30日に、東京丸の内の日本工業クラブにて、設立総会が開かれた。 2010年に社団法人から公益社団法人に移行した。設立総会後、幹事会が委任を受けて、次の13名を幹事に追加した。戦後 GHQ はポツダム宣言に基づき、経済の民主化を推し進めていった。同友会としても、議論、見解を整理する必要に迫られ、1947年1月に大塚万丈を、 委員長とする経済民主化委員会を発させた。大塚は、精力的に調査活動を進め、企業活動の中心は株主でなく、経営者に置かれるべきであるとしたジェームズ・バーナムの経営者革命などを参考にして、試案をまとめ、同年8月に、中世資本主義の構想という表題で寄贈された。大塚試案は、企業の民主化改革を大胆に謳ったもので、 という画期的な内容であった。しかし、あまりにも、ラデカルであったため、財界の保守派から、資本主義の否定につながると批判を浴び、同友会内部でも、青木均一や、磯村木の富らの保守派激しく反発した。事態収集のため、大塚氏案については、同友会見解として、期間決定しないこととした。全体の合意を得るには至らなかったものの、 流行語となった、修正資本主義という言葉とともに、同友会の進歩性を大きく、世間に印象づけることとなった。またこれ以後、労使協調をベースに、問題の解決を図る姿勢が、同友会に定めすることとなり、大塚思案が果たした役割は決して小さいものでは、なかったと言える。発足以来、同友会は、様々な提言や活動を行ってきた。 ここでは以下に主なものを紹介する。第二次大戦後の西欧諸国では疲弊した経済を再建するため、米国の生産性の高さに学ぶべきだという機運が高まり、各国で生産性向上運動が展開されていた。日本においても1950年代初頭に大葬儀を経験し、労使が対決し合うだけでなく、経営者の側から新しい経営理念を提示して、 状況の打開を図るべきであるという意見が強まっていた。1953年にヨーロッパ視察を行ったゴー公平は直ちに各方面に生産性運動の導入を働きかけていった。経済の復興と成長による資本主義体制の安定化を期待した米国の支援もあって、1955年3月1日にの三原則を柱として、 日本生産性本部が発足した。初代会長に石坂泰蔵、東芝社長、副会長に長野茂雄、富士製鉄社長と中山一郎、一橋大学教授、専務理事に合氏が就任した。合氏は後に第三代会長となる。生産性運動についての労働界の反応は、同盟は日本経済の自立と国民生活の向上を目指す。 総合的施策に貫かれた運動であると好意的であったが、総評は経営者側が労使協力、生産性向上の美名のもとに労働強化と賃金抑制を図る目論みであるとして批判的であった。日本生産性本部は1994年4月1日に社会経済国民会議と投稿され、社会経済生産性本部、現日本生産性本部に 改組されて、現在に至っている。1955年頃、清掃や汚職による政治不信の蔓延と労働構成に危機感を抱いていた大原総一郎、倉敷霊四社長は、議会制民主主義擁護のために、経済界も積極的に働きかけを行わなければならないと訴え、財界関係者に同調を呼びかけていた。性暴の高い大原の問題意識に触発され、 同友会も創立10年を機に企業の社会的な存在意義と書くあるべき経営理念のあり方につて研究を進めることとなった。1956年3月から8ヶ月にも及ぶ研究と議論を経て同年11月21日に経営者の社会的責任の自覚と実践として期間承認された。概要をまとめると経営者は経済体質の改造と 企業経営の近代化が最大任務とされ、前者においてはが重要な方策であり、後者ではが企業が維持発展によって社会的責任を果たすための基本的対策であるとしている。これを機に、経営者、企業の社会的責任という言葉が広く知られるようになった。またこの理念をバックボーンとして、後に、 川田和田からによって民間主体の自主調整が経済人の社会的責任として唱えられるようになる。1965年頃の日本経済は貿易の自由化に伴う国際収支の悪化と過剰設備投資に金する受給バランスの崩れにより不況に陥り採用特殊成功の倒産や山一証券への日銀特別融資の発動度の大事件が連発し、 経済界は深刻な危機意識を持っていた。折しも当時、ミスター通産省の異名を取っていた、佐橋茂通産省企業局長のイニシアティブにより、貿易、資本の自由化に備え、競争力強化のために、企業再編を官僚主導で推進することを狙った、特定産業振興臨時措置法案が国会に提出され、財界に衝撃を与えた。各経済団体は、 猛反発して法案成立阻止に動き、結局廃案に終わったが、この経緯から、当時の代表幹事、非、川田和孝、東京電力社長らは、石坂康氏三流のレッセフェール、自由法人主義では危機を乗り切るには、限界があり、政府の介入を防ぐためにも、産業界が自主的に調整を行うべきだとの思いを強くしていた。木川田と中山総平。 日本工業銀行頭取、り、岩佐義兼、富士銀行頭取りを中心に民間版産業調整会議の発足に動き、1966年頃から徐々に会合を重ね、産業経済研究会、略称、三県の名称のもとで本格的な活動を行うこととなった。長野、土孔都市を東芝社長ら財界の実力者が結集し、マスメディアは、 財界参謀本部などと書立てた。国際競争に立ち向かうための産業再編成と経済構造の改革について論議され、積極的に社会に提言された。代表的なものとしては、投資の効率的な投入により競争力の向上が期待できるして、ヤワタ製鉄と富士製鉄の合併を支持した、ヤワタ、富士合併についての見解採択、1968年、 1974年参議院選挙での自由、民主党大敗を機に、別動隊として立ち上げられた、政治史と議会政治の近代会委員会、今里後期委員長による自民党への政治資金献金を取りやめる絶縁提言の発表がある。参見は一時期は、財界後団体、同友会の他経団連、日商、日経連、関係連のトップがメンバーとして顔を揃え、 日本の財界をリードする組織として君臨するものと思われたが、皮肉なことに主要団体の協調体制が進む。一方で、革新的な提言や行動は次第に影を潜めていった。木川田は1977年に成去、後継者の河野文彦、三菱重工業会長も1982年に亡くなり、以後事実上活動は停止した。 長年自由民主党を支持してきたが、2007年頃から民主党を容認するようになり、民主党への政権交代後は、内閣の相談役に登用されるようになった。しかし、自民党の政権復帰後は、代表幹事の長谷川幹事が、内閣の産業競争力会議の一員になっている。稀な例としては、終身幹事を務めた品川正春が、平和、民主、 革新の日本を目指す全国の会、全国革新婚代表世話人として、日本共産党と連携していたということがある。複数代表幹事制を取っていた時期があるため、在任期間が一部重複している。2010年に公益社団法人となった後は、法律的に言う代表理事を代表幹事が務めている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。